書いたので一休み。コーセット仲間たち、皆さんこんばんは。南コーセスです。石川ひとみです。そして明けましておめでとうございます。今年もよろしくお願いいたします。このコーセット仲間たち、今年に入りまして最初の番組になりましたね。そうですね、もう本当にこうやって石川ひとみさんとお話をして、はい、この番組を始めてもう特番を入れます4年目なんですね。そうなんですよ。いや嬉しいですね。こうやって嬉しいですよね。はい、やっていけるのは本当に。そうですよ。本当になんか、はい、各週になる番組なんですけれども、はい、こうやって石川ひとみさんと顔を合わせて、そしてスタッフの皆さんと顔を合わせて、はい、そしてこの番組をこうね、放送できるっていうことは本当に幸せなことですね。本当にもう私の中の、うん、宝物になっていますよ。やっぱりすごく貴重な、時間ですし、うん、出会いだと思います。ありがとうございます。もう大事なんですよ、だから。いや、全く僕もおっしゃる通りです。同じです。それで、はい、やっぱりこう何年か続けて、何でもそうですけど、うん、何年か続けてやっていくと、この場合はこの番組を通じて、いろんな人のこう縁がつながっていくっていうか、地方にコンサートへ行きますと、北海道から沖縄まで年間行っておりますから、NHK のコーセット仲間たち、石川ひとみさんと一緒の番組楽しいですねって、あれはいつも聞いてますよとか、よく言われるんですね。タクシーの運転手さんなんかもそうですけどね。はい、嬉しい。だそういった時に、やっぱ続けてるとこう、うん、つながっていくんですね。そうですね、私の周りもね、いっぱい聞いてくれているお友達とか知り合いがいます、うん、でやっぱりね、こういう番組ってなかなかないねっていうふうに言ってくださる方がとても多くて、うん、というのは落ち着いてね、こうお話もできるし、で時にはとても楽しく明るく元気にっていう時もあったり、うん、でまた時にはとってもこう真面目な感じで ね、お話をしたりっていう、こういろんな色がこう出て、そのゲストの方によってもいろんな色が出てくるの で、はい、すごく楽しいって、うん、こちらもいろんなゲストの人たちの、まあ、人生観なり、あるいはなんか遊びなんかのお話を聞いてますと、はい、うん、ああそうか、こういうふうにして人生を楽しむんだとか、あこういうふうにしてね、なんか人生を深くこういう仲間で考えていくと、こういう生き方もあるんだとか、こちらも勉強になることいっぱいありますよね。そうですね、うん、それが一番大きいですね。やっぱりこう、うん、人それぞれ生き方っていうのがやっぱ違いますから、うん、その方たちのその生き様をね、うん、こう生でこう聞かせていただくと、うん、やっぱり新しい発見だったりとかですよね。そこで、そこで、新しい年、はい、今年は、うん、どういうふうに生きようかというね、この目標、そうですね、とかをね、石川ひとみさんとしては、はい、そうですね、本当にね、毎年ね、思う、腕組んで、腕にしわ寄せることないじゃない、腕組んで、そっか、せっかく可愛い顔なんだ、ね、いや、でもね、最近すごく思うのはね、はいはいはい、こうやって空気を吸って生きているっていうことって、うん、当たり前のことではなくて、はい、すっごく特別なんだなって思うんですよ。それでましてやこうやってまた新しい新たなこの年を迎えられたっていうことも普通じゃなくてすごく特別なんだっていう感じがしてね、なんか生きてるってすごいなって、すっごく基本的なことなんですけど、何をやるとか、これをやる、あれをやる、これもするじゃなくて、それもすごい大事なんですけど、その前にこうやってなんか笑顔で生きてられるっていう幸せ、僕も同じ今ね、はい、石川ひとみちゃんが言ったようなことをね、今年考えてました。今年はね、何がどうしたとか CD を何枚売るとかそういうことよりも、うん、なんか日々ね、を大事に生きようかなって本当に思ってました。だから同じような、まあ、ニュアンスとしては一緒ですね。そうですね、うん、本当に縁のある人と結ばれていって、縁のある人と一緒、うん、
のところでコンサートをやって、そしてみんなとこう淡々と日々を、朝日が昇って夕方日が沈むまで元気でいられたらいいなっていうなのが目標なんです今年。あ、だからびっくりしました。本当ですか？本当です。合わせたわけじゃない。合わせて飲みに誘うとかそういうことじゃない。本当にそうなんです。思いました。でも本当にそれが、一番生きることなのかなって、ね、なんかとても感じるんですよ。そうですよね。じゃあですね、はい、平成24年のね、はい、まず1曲目、生演奏。はい、今日はね、去年の新しいアルバム愛を急げというのが出てまして、その中に入ってる歌で、この朝は誰かの夜更けって。そうか、まあ、地球のことを考えると、この朝は来てるけどどっかの人は夜更けになるっていうような、はい、歌でございます。なるほど、はい、お願いいたします。さあ、この広いスタジオで今喋ってるとこからちょっと離れて、モニターもございますしマイクもございますし、今年も純平さん、はいはい、明けましておめでとうございます。おめでとうございます、今年もギターにマンドリンに、はい、バイオリンと、はい、よろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。今日の羽織袴はまた何事があったんですか？そうですか、一丁羅をちょっと、ね、あ、そうですか、はい、立派ですね。そのいでたちですと三味線の方が似合いそうですね。その御紋はお家のあれですか？いえ、関係ないんですよね。雪ささんになってますね。綺麗な紋ですね、家紋ですね。ありがとうございます。そうですか。じゃあ、この朝はどこかの夜更け、2人でやるのはレコーディングの時はバンドでやりますから、今日は2人でね、ワン、はい、コーラス目僕1人でいきましょうか。わかりました、はい。
遥かへ打ち寄せる糸波に気づかぬふりで生きてゆく僕を小さな子供の瞳の中で誰かが見ている昨日から明日へ重ねてゆく重ねてゆく伝言に寂しく耳を傾けない僕をみんなが帰った風だけの丘で誰かが見ている誰かが見ている初歌いで、ねえー、はい、とても素敵でした、2012年、うん、今年は立つですね、はい、竜で、ね、よくあのやっぱり、竜っていうのはね、はい、あの神様の化身といいますかね、とてもこう縁起がいいといいますかね、うん、ねえ、なんかありますよね、はい、そうですね、うん、その今日今のお歌のように、なんかすごくあの、なんていうの、あの、今イメージができたのは、うん、あの、こう永遠と、こう明日がずっと、こう明日が繰り返されていくっていうね、なんか、そんなこう、大きな、こう、はるかからはるかへ、こう、なんか行く感じのイメージがすごく出てきたんですけど、新しいこう時がだん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 こう自分の中にまためくってね、うん、そしてなんかやっぱり誰かがいつも見てるよっていうさ、はい、ね、神様竜かもしれないし誰もいないんだけど誰かがきっと見てる、うん、あなたのことを愛してる人がいるよっていうのはこう意味につながっていくんでしょうね、うん、ですね、素敵でした。今日はね、はい、あのこの後ゲスト登場なんですけどもね、何も言うことはないはい、そうですか、勝手に喋りますか大丈夫今日のゲストの方新春第一弾にふさわしいですね。そうですね、はい、それでは今夜のゲストです、さだまさしさんにお入りいただきましょう。ご無沙汰しました。こんばんは。石川さん、はい、ご無沙汰しました、うん、そうでしたね。お元気そうで、ね、ありがとうございます。元気です。さださんもお元気そうで。おじさん、何年ぶりですかね。いや、おたないでしょ。そうですか。一緒に飛び回ったじゃないですか一緒に飛び回って何年ぶりつら変ですよ、それは。いや、なんかすごい懐かしい感じです、夏ずっと一緒にいたから、なんとなく。そうなんですよね。あ、そうなんですか、うん、夏なんとなくね、はい、震災のあった後ね、はいはい、何度も会ってるから、毎月会ってたし、
なんか電話はしょっちゅうだったしょっちゅうでしたね。でコンサートも一緒にやりましたんでね。でしたね。しょっちゅう会ってるイメージがあったんで。去年はいろいろと本当にね大変でしたね。本当ですね。でもあれですね、あのさだまさしさんは非常になんとか敏感に反応してフットワークがいいっていうか、あっという間にあちこち回ってたね。僕が行こうとする前全部回ってたわ。いやいや、そう、うん、あ実に自然な感じで、あの、ね、震災のボランティアと関わっていきましたね、うん、まあ、ボランティアって僕らができることそのぐらいなんですよね。でもね、あのおじちゃんの言葉でね、僕は、はい、あの南こうせつさんの言葉でね、あのなるほどと思ったのはね、やっぱり僕ら有名にしてもらったり一曲作ってもらった理由はね、こういう時のためなんだって。要するに、まあ普段はさだまさしなんか別に聞かないおばちゃんが今日さだまさしが来るって喜んで来ちゃうわけだね、現場に、うん、でそんなファンでも特別なファンっていうほどでもなくても、なんかそこですごいなんかニコニコ笑ったりあるいは涙を流したりしてくれるっていうことがね、ああ俺たちの仕事ってこういうところにあるんだ、まあ、それまではね本当に音楽は無力だと思ってすごい落ち込んでたけど、あの行って歌ってみるとね、無力じゃないと、微力だけど、うん、なんかあるなと力は、うん、まあ、それはすごく今回自分で感じさせてもらったことですよね。やっぱ直接あそこの被災地に行ってその風に吹かれてその向かい合って歌を歌うっていうのはなんか本当に微力じゃないっていうのは感じましたよね。本当ですよね。おじちゃんなんかも歌いに行ってるからあの分かるんですけど、はい、もう初めて5月に入った5月1日に石巻に入ったんですけど、この時はねもうちょっと画面では絶対伝わらない その空気感、うん、匂い、うん、それから人々の気配っていうのがねものすごいショックだったんですよ。で俺は何もできないって途方に暮れたんだけども、でもちょっとずつちょっとずつ自分で動くことによってね、やっぱりできることあるのかなって思わせてもらった、よかったですね。まあまあ今年もね今年も頑張ってやりましょうね。いきますよ、おじちゃん、ひとみちゃんも一緒に。そうそう、ぜひ、うん、だからもう今年は体力はあるから、さだまさしはだから足が疲れたらおんぶしますよ。おんぶしますよ、本当に大丈夫ですよ。本当ですか。200メートルまで200m それ以上は無理。あ俺短距離だから。具体的すぎるそれ短い持久走は無理。1キロ行きなさい。いやいや無理無理、そんなことしたらね後で勝ててもらうから逆に本当、うん、さあそれで今年、はい、今年まあ先ほどこれからまあそういったこともやろうというのと、はい、なんかございますか。僕今年の目標は、あ僕今年ね今年の、はい、還暦なんですわ。お年男来た、うん、来ましたよ。そうなんです、おいちゃんのが先行してますから先輩の背中を追っかけながら、はい、この年になるまで歌うと思わなかったってきっとおいちゃんも同じことを思ったと思うんだけど、思いました。だからね僕4月10日誕生日なんですけど、この日にねバースデーパーティーと題したね、大コンサートをやろうと思います。すごい。埼玉スーパーアリーナです。いつだっけ、ね、もう一回4月10日です。4月10日ね、はい、4月10日にね埼玉スーパーアリーナでね、うん、バースデーライブっていうのやろう、うん、で何やるかまだ何も決めてないんですけどなんかこうみんなが元気になるような企画はないかなと。その日僕は行ってもいいの。おおいちゃん来てくれるの。うん、まだスケジュール見てないけど。なんだ万が一あれだったらまた万がすぐ電話する。それ1部2部とか一気にやっちゃう。うん、もう一気にね。それでね、平日なんですよ、平日なんだけど、もう夕方からやろうかな。うん、夕方から。夕方、早めの時間から、まあ、4時とかね。あだからもうお昼ぐらいからなんかこうみんながこう会場に来れば盛り上がるようにして、あそれでお祭りみたいにして、で4時から始めて7時ぐらいに終わるようにしとけば、日本中帰れるでしょう。ああ埼玉だった。それはそうだ。だからそれはどうかなと思って。いいわ、いいね。帰ってね、帰って土日のね夕方やると2日潰しちゃうからね、平日の1日潰せば済むようなそんな人生はどうかなとかね、いろいろ考えたりして、それともうね足掛け40年になるんですよ歌い出して。だから、40年楽しみですね。だからねツアー6月から始まるんですけど、40周年のツアーでね、今考えてるのはもう勝負かけようと思っておるじゃん。僕はお客さんに対してどうなんだと、2日にわたってしげりと話した弟と、俺は勝負かけると、1日2日必ず2日どの町でも2日やって、1日目はほとんど
歌わないコンサートやる。喋りっぱなしで。おしゃべりのコンサート。で、二日目は、ほとんど喋らないコンサートやる。これはまた極端な。うん、って言ったの。うん、で、あの、ブラックナイトとホワイトナイトと二つやろう。そしたら弟がね、いやー、まあ、さ、喋らない方のコンサートのチケットが残ると嫌だからなるほどと思ってさ、それで一応ね、今はね、1日目はもう完全ソロ一人きりでギター一本で、ああいいね、で2日目にフルキャストで、ああこれだったら両方楽しんでもらえるかな。例えば、はい、じゃ あの九州の福岡でやるときは1日目がその一人でやって、うん、そうソロでね、完全リサイタルでたった一人でギターダーッと並べてね、両方見たくなっちゃうな、ね、あとは2日目はフルキャストでね、うん、もうコーラスも入れちゃうみたいな、あこれなんかそれでね、ダーンと行くようなのだと、うん、まあまあ、あすごい、両方見てあげようかなっていう人もいてくれるかなと。でも、ね、これはさ、却下されてもいいんだけど、はい、僕はまさしのスタイリストやっていい、はい、えスタイリストスタイリスト衣装を僕が決める。おおいいね、いいいい、ええ、これNHK だよ。ああみんなに約束ね。あそうか、軽はずみにいいね。世界中で聞いてんだね。そうですね。世界公演やんねえからな。世界公演行こうかな、来年あたり。今年は無理でも。というのはね、はい、サダシティっていう、はい、アルバムが出ておりました。アルバム去年出しました。これがものすごくいいアルバムで、うん、はい、嬉しい、ありがとうございます。これを聞いた時になんかね、イメージが浮かんだの。え？まさしの歌ってる服装が、なんかね、おいちゃんがもう浮かんだの？うん、ね、すごい才能だね。なんかね、なんて言うんでしょうか、明治の頃のおしゃれなね、例えば夏目漱石の服装とかね、萩原朔太郎の服装とかね、あるいはなんかあの頃の人たちの感じがふっと浮かんだの。ああ、本当ですか？うん。だからいい、ね、ちょっと文豪のね、文豪、うん、うわ、文豪の衣装がいいと思う、合うと思う。ちょっとそれはちょっとメモっときますよ。1日目は一人だからジーパン、あ、じゃあジーパンね、もういいかな。あ、まあね、うん、まあね、2日目のフルの時はちょっとこう短パンでもいいかな。短パンやだね、すね毛見えたらやだね。いやいややだね、いやいやだね、うん、でこのサダシティから、はい、一曲ね、はい、これは良かったな。メロディーもアレンジも詞も完璧ですね。完璧、ええ、すごいな、ええ、サダ高評価、ええ、サダシティのアルバムから名画座の恋、サダマサシです。ありがとう。
さぬ踊り子の娘、誰かにそう聞いた。次には北の町へ行く、終わりのない旅人、生きることはそういうこと、明日はいつか来る。メイガザの恋が終わる頃、僕は大人になる。もうすぐ梅雨前線はこの街にかかさだまさしさんで名画座の恋か。こんなペラペラペラってわけのわかんない喋りしてて、なんだこのいい詩ができるのかな。喋りながら書いてるわけじゃないじゃないですか。こんないいメロディーとね、これ作ってる時に揺れたんだよ。どうって、3月11日これ作ってる時にね、ドーンって揺れてね、で途中で何もかも置いて、あの地上まで、地下3階にいたんだけど、地上まで駆け上がった時にね、自分の足を踏むぐらい揺れてた。それからやっぱりね、あのアルバムに入ってったんで、しばらく動かないですよ、何も書けなくてね。で結局でもそうだ、街を作り直せばいいんだっていうんでね、サダシティっていうのも前に決めてたんですけど、あのタイトルだけはね、なんかちょうどこれで僕が書いた歌が500曲を超えたんですよ。だからもうタウンじゃなくてシティでいいなっつって、サダシティでやるぞって言ってるところでドーンって揺れたんで、途方に暮れちゃってね。それで、そうか、街を作り直そうっていう発想に変えて、箱物いっぱいだから作ったんですよ。だからあの美術館だとか、そうそう、図書館だとか、プラネタリウムだとか、素材をこう決めて作っていって、シンボルの桜の木からもう一回、あの広場からみんなでこの街を作り直すぞっていう歌から始まってね、で時計台だとかいろんなもの作っていく中で、実は最初に作ったのは名画座だったんです。あ、そうだ、ね、これはグッときました。最初にね、だからこのサダシティってアルバムなんのね、はい、見て街を作ったから、名画座でしょ、本当だ、プラネタリウムがあるでしょ、これ写真館でしょ、古い時計台もあって、図書館があって、アーケードがあって、美術館があって、ちゃんと間違えて、街だ、それをね、あのデモテープが大体できた時に、僕 の、 あの高校時代からの親友が絵描きでね、小倉弘和って言って、あのイタリアのボロニアの国際イラストレーター展でグランプリ取ったやつなんですよ。でこいつがね、さだこれ俺描くわって言って、僕のデモテープを聞いた後で描いてきたのがこの絵なんですよ。あ、この絵、ね、いやいい。でゴルフ場もあるんですよ、確かに。ゴルフ場、この絵の中に、ここに、あ、これ赤、あ、ちょっとふわーって言ってるわ。そうそうそう、ね、そうそう、なんかそんな感じ、声が聞こえそう。そう、なんかね、あっという間にこれを書いてくれて、そして町の広場の真ん中に桜の木かな、うん、そうですね、ね、うん、ありますよね。こう彼のアルバム、あ、彼の絵をね、ほんとこう3枚続けて使ってきたんですか、ね、美しい朝ってのもそうでしたね、確か。そうです、あれも綺麗な絵でしたね、じゃあね、はい、このアルバムかちょっと もう一個続けてね、うん、どうしておいちゃんがこの曲を選んだんだろうと思うんだけど、実はこの順番で作ったんですよ、このアルバム。嘘、本当に。写真館、次、うん、名画座の恋と広重写真館はほとんど同時に僕作ったんです。僕はこの2曲を選んだの、今日2曲をかかるって、じゃあ2曲僕に選ばして、はい、まず名画座の恋、はい、それ広重写真館で今からかけますけど、これがまたいいんだ、これわけのわかんないタイトルですけどね、はい、広重写真館、でもね、その次気になったのが美術館。あ、わかる、あ、
嬉しいな、うん、これもすごく、いや、ありがとうございます、これもすごく、じゃあ箱物から、いやー本当に行きますか、じゃあね、はい、これいいよ、みんな聞きながらずっとイメージしてごらん、はい、なんか高くなるわ、いや嬉しい、広重写真館さだまさしです、はい、広重写真館が今日で終わるってそんな風な張り紙がしてあったって寂しげに君が言うあのショーウィンドウには街中の思い出が飾られてたっけねって父と母の結婚式の写真を妹の七五三の晴れ着姿もなぜか広重の浮世絵とショーウィンドウに一緒に並べられてたっけあれやこれや得てる仕掛けの水の緑の隣多分ガーベラらしき香港フラワーの下で微笑んでいた振り袖姿の君広重写真館が今日で終わるって気楽亭のコロッケも終わっちゃったし街中が寂しがってるどのショーウィンドウにも子供の姿が映らなくなったっけねってそうだこれから二人で写真撮りに行こう普段着なのにと君は言うけど普段着のままでいいあのショーウィンドウに僕らを飾ってもらおうよ結婚しようかって聞いた野球帰りの子供たちとすれ違う時どこかで木星の香りがした風呂屋の煙突の上に白い月ふと振り仰げば広重ブルーの空広重写真館が今日で終わるってそんな風な張り紙がしてあったって寂しげに君が言うあのショーウィンドウには浮かんできちゃう。こんな写真館どこの町にもあるでしょ、ね、今でもまだあると思うの。ありますね。必ずさ昔さこうあのこうこう水の緑っていうのか、うん、なんていうのかな、はい、エーテルらしいんだけどこうずっとこうやってキッコンバタンしててでコップへペッとか頭突っ込んだらまたこう、
ありました。あれ不思議でね、あれアインシュタインが見つかって帰ったんだって、日本に来て。あ、そうなんですか。あら、これよく考えたじゃんっつって本当だ、なるほど、エーテルかとかって言ってね、これよく考えたなっつって3つ買って帰ったっていう伝説があるんだけど。だよね。いやー、そういうね、なんかね、昭和のことがね、やっぱり僕らにとってはもう大切な匂いなんですよ、昭和ってね。そうですよね、なんか私たちちょっと世代ちょっと後なんですけど、でもお話を聞いてたり、この今のアルバムをこう聞いてたりすると、あの世代はちょっと違うのに、なんか一緒にいたようなね、そんな錯覚に陥ります。同じ町内で暮らしてたような、ような気がして、それ嬉しいな。それで映画館でも、こういう映画館ってなかなか身近になかったけれども、でもなんか行ったような感じがしてきちゃって、見たような気がしてきちゃって、なんか臭くてね、足元に何があるか分かんなくてね。あ、そうなんですか。いろんなもん置いて帰るからみんな。ああ、その場に。うん、それで、いろんなもの、人もたくさんいないのよ、名画座だから。ポツリポツリといるでしょ。で、好きな映画があると、あの入れ替えが火曜日だったんで、あの青戸の京成名画座っていうので、もう月曜日になると僕は学校休んでたのね、高校。そうです。うん、でちょっとやっぱりあの音楽高校に落ちたっていう痛手が僕はまだ残っていて、あの学校に素直に楽しく行けなかった頃に、月曜日ばっかり休んでたのね、ちょっと入れ替えだから火曜日か。そしてあの気に入ったらずっと毎日休むわけ、あるいは午後から出ていくとか、一回見て、で学校にとりあえず出て、で午後早退をして名画座で夜見るとか、夕方から見るとかって、もう毎日のように行ってたことがあった。映画ばっかり見てた頃があって、で そういうのがなんかやっぱ音楽をやる意味でかなり自分の中で、そうですね、やっぱりあの頃悔しになってるのかな。名画だから、それこそ、あ、この女優好きって惚れる女は確実に年上なんだよね、そうでしょうね。だって名画座だからさ、はい、もう10年も20年も前じゃない。そりゃやっぱりさ、ヘプバーンだとかさ、グレース・ケリーだとか言ったってさ、年上じゃん。でなんか現実とだいぶ違うのね。だから、そういう意味では直接今みたいにそのテレビに出てる女優さんが好きだとかっていう具体的じゃなかったね、僕らの頃は。本当に架空の恋みたいな。今その架空の恋でグレース・ケリーが出て踊りヘッパー、日本はどうなの、日本の女優やっぱり吉永小百合さんですよ、さん、ね、僕らは。あ、そうだね、吉永小百合さんね、戸脇幸雄さん、戸脇さんも綺麗だったね。今もカーネーション、松坂慶子さんも綺麗でね、さん、ね、やっぱり女優さんってね、素敵な人いっぱいいます。僕らのちょっと上の世代だと八千草薫さん、ね、綺麗ですよね。綺麗ですよね。石川ひとみさんと、石川ひとみさん綺麗よね。来たよ。無理してません。いや、全然無理してない。僕アイドルの頃から知ってるのだ。知ってますか？もちろん知ってます。もちろんもちろん。あ、そうですか。もちろん。はい。あの頃からあんま変わんないですよ。でも今日お目にかかっても驚くほど変わってないっていう意味で。あ、ありがとうございます。本当に。で、さだまさしさんはどうですか、あの頃、グレープの頃。いや、知らないでしょ、グレープ。知ってますよ、知ってます。知ってる。もちろん知ってますよ。髪長かったですよ。知ってます。みんなそうよ。知ってますよ。かぐや姫も長かった、ね。あ、かぐや姫長かったね。グレープも。あ、みんな長かった。みんな髪長かったですよね。なんかね、そうしなきゃね、やっていけない時代だった。でね。だと思うんです。みんなで一個だけ誤解してるんだ。え、なんですか。で、あのグレープの頃から、ね、ソロになってからいろんないい曲いっぱい出してて、髪長くて、はい、もう今より痩せてたから、そうそう、でみんなね、ガリガリだったからね、もうあの文学青年でね、確かにまあ文学青年ではあったんだけどもあの当時のなんかあの正岡子規みたいにね、肺病でコンコンコンって言いながら、そういう風なイメージ、さだまさしっていうのは弱くてね、でもうポンと押すと倒れてね、そういうふうにイメージだったんです、ね、イメージだったけど僕は知ってる、うん、これは屈強だね本当にみんな誤解してこれだけははっきりしてた、ね、正体バレたくないじゃない、あいつはこうだとか本当のこと言われるとギクッとするけど暗いだとかなよっちいだとかもう散々言われたのね、あの軟弱だとかいろいろ言われた時にはもう鼻先でせせら笑ってたね俺全然暗くないし、僕は見破ってたよ、あ、やっぱり絶対違うと思った、そうするとなんかさ、あの、さだ軟弱だとか言われると、タフですよ、なんかそう悪口で僕にあいつは軟弱だって言ってる人の前でとか言いたい感じ、そうそう、いや暗いとか言う人の前で死にますか死にますかって歌いたくなるタイプ
そういうタイプ。すごいなんかこう、そういうタイプだったね。負けん気が強くてね。でも、人に勝つっていう負けん気じゃなくて、その自分というものとどう向かい合うかっていう負けん気でね。勝ち負けっていうのはあんまり考えたことはないんだけど、自分にはね。まあ僕はほら、フォークの頃から、はい。まあ近くにいるんだけれども、すごくね、なんていうのかね、すごく怒らないね。僕ですか？立派だね。いやいや、すぐ短気を起こすんですよ。起こすの？もうすごい癇癪持ちなんですけど、癇癪起こしたらもうそれで終わりなんですよ。僕はね、人間の基準としてね、自分の意思で自分のね、ハートっていうか、はい、それをコントロールできる人が好きなの。ああ、支配できる人。なかなか支配するの自分の感情をね、感情を自分の意思で、支配できる人ってのは本当に優れてる人。それはでもなかなかそうはいかないけど、でもそういう感じするよね。あんまね、ムカッと来ないのね。だからいや、人の発言とかね、それに関してはもうしょうがないもんね。だってその人が自分で何を考えてるか、その人の生き方で決まってくるし、でそれは君違うよっていうのも、まあ、別に、まあ、それはしょうがないかなと。そう思うとね、案外まあ気楽だったりする。まあまあそう思ってるんだったら、まあ、そう思わしとこうかなみたいな。このアルバムにもいっぱいそういうね、さだまさしさんの人生観がね、いっぱい出てますね。泣くもよし、笑うもよしと。泣くもよし、笑うもよしと。その言葉だけでも結構、なるほどって思っちゃう。まあ、僕らはそれを歌ってますから、泣いてもいいんだよって、笑ってもいいんだよっていうことを歌ってるのが歌い手ですから、もう泣きましょうよと。一緒に笑いましょうよっていうのが歌い手だとすれば、もうそれを言いながら人の前でね、そんなこと言いながら結局死んでっちゃうのが歌い手なんだろうなっていう思いの歌ですかね。ね、でいずれ死ぬる日、来るまでっていうね、はい、こう締めくくり、こういったこうなんていうか、なんとも言えない人生観、もう80のじいさんみたいな、それがとってもいいんですね。もう20代から80のじいさんみたいな歌ばっかり書いてましたからね。ところで、はい、去年ね、僕ね、あん時の命って映画見たの。映画見てくれたんですか。おいちゃん、まあ忙しいのにありがとうございます。本をいただいて、本当はそれを読みたかったんだけど、なんかもう間に合わなくてね、いろいろ読むのがたまってて。そうですよね。でこれ見てきたんですけど、あん時の命っていう、これはさだまさし原作なんですね。で映画になりまして、はい、これは遺品整理の、つまり亡くなった方が身寄りのない人たちがそのまま突然死んじゃったりした時の、お家に行ってその遺品を整理する業者。そう、元はね、物語なのね、引っ越し屋さんだったらしいんだけど、はい、引っ越し屋さんが亡くなった人のそのお部屋が手がつかないんで、代わりにやってあげてって言われて、やってあげたらね、すごく遺族から感謝されたんで、確かに遺族が一人暮らしだった親族の部屋を片付けるっていうのは重労働ですよ、精神的にね。ですごく感謝されたんで、ああこんなに喜ばれる仕事があるんだなっていうんで、その仕事をね始めた。まあ今はほら、もう親と同居しないっていう若い家庭が増えたでしょ。そうすると当然自分たちも年を取ったら子供と同居しないっていう覚悟でやってるから、独居になりますよね、最終的には。最終的に、で孤独死っていう言葉を最近すごくよく聞くんだけど、僕一人で死んだから孤独だなんて全然思わないの。ついうっかり死んじゃうもんだから、多分、だからそれはたまたま一人の時、一人で暮らせば一人で死ぬわけでね、孤独かどうか本人聞かなきゃ分かんないと思うんだけども、僕はどっちかというとなんかみんなに見とられるの嫌だな、照れくさいな。僕ね、同じこと思ってる。でしょう。畳の上でね、例えば家族だ子供あって、最後の言葉がさ、もうすごい気使うわ。気使うでしょ。だって、まあ、朦朧としてる時に何を言ってしまうかなって怖さがある。外しちゃったらどうしようとかさ。外すよね、最後の。一応赤城山のふって言って死ぬつもりなんだけど。なんだ。でもなんかね、その遺品整理っていう仕事をね、僕すごく尊い仕事だと思ったんですよ。それをこの映画の
まあ、一番題材のところに置くっていうのはどっあの、ね、なんで、ね、小説を書いた時にその高校時代に、うん、まあまあ、この年が若いっていうことは自分たちを囲んでる平和高く見えるのね。そう、小さなコップの嵐でも心傷つく子いっぱいいるでしょ、うん、で心壊しちゃった子が何かのきっかけで立ち直るとすれば、僕がその子の父親だったらどんな仕事をさせるかなって思ったの、うん、さ、そしたらね、遺品整理っていう仕事をすれば命と向かい合うし、はい、これはもしかしたら命について考えられるかなと、うん、本当はもうあの時死んでてもよかったって自分で思ってる子たちいっぱいいるし、いつ死んでもいいと思ってるけど、あの時に死んじゃダメだったんだよっていう、あの時の命っていうのはわざとそうやってタイトルにしたんですけど、あのこの亡くなった人のもう本当に悲惨に亡くなった人の部屋を一生懸命片付けることで命が近づかないかなって思ういう思いがあって、で遺品整理業、うん、僕たまたま NHK のドキュメンタリーでね、うん、確か日本の現場かなんかですよ、でこの遺品整理を見て、天国への引っ越し屋さんっていうのを見て、あ、これは尊い仕事やってる人がいるなと思ってたんで、うん、あの秋葉原の、大事件があった時に、はいはい、これは若い人たちがこうもっと命について考えてくれるような、うん、小説が書けないかなと思ったのがきっかけでね、で遺品整理を選んだ、うん、僕のね、隣で、はい、若いカップルが2人見てましてね、うん、最後泣いてましたよ。あ、そうですか。本当に10代の子が、うんうん、まあ、あのカップルがね、まあ、泣かせることがまあ目的じゃなくて、こう、うん、後でその命についてね、どう考えてくれるのかっていうのがあの、まあ、テーマなんですけどね、まあ、よかったらね、うん、もうぜひ、そうだね、あの映画見終わった後にね、うん、あの小説を読んでくださるとまた全然違うんでね、うん、あの映画とはね味が、本屋さんに山積みになってるもんな、あの時の命、さだまさし、びっくりした、この間なんか俺の本が山積みになってるの見ると、なってるよ、あれ売れてる本しか前の人山積みにならないから、照れくさいっすね、またないでしょ、いや恥ずかしいなと思いますよ、やっぱりその辺ちょっと A 型が入ってるね、うん、そうですね、 B 型だとすごいやろう、あ、だからもう最近本屋行くの恥ずかしいですもん、まあ、いや本当本当本当、ちょっとなんか照れくさい感じ、うん、もうガンガン最近は溢れ出てるね、才能が、命、うん、還暦になってこれ大変だ、いや僕は還暦だな、うん、うん、じゃあぜひジジイの物語っていう、ね、ジジイの物語、次の次回作、ジジイ、じゃあ良い老後を、良い老後のためにはまず今日一日を元気で元気で生きると、今年のさだまさしちょっと目が離せませんね、はい、めちゃくちゃやりますから、本当に楽しみですね、覚悟し頑張りやるらしいです、はい、はい、今日はどうもありがとうございました、ありがとうございました、ありがとうございました、というわけで、さだまさしさん本当に元気ですね、そうですね、本当パワフルでですよね、タフな感じでしたね、ですよ、そしてアルバムは作る、はい、本は書く、はい、そして次の自分のコンサートの企画、はい、いろんなのをこう今年は還暦って言ってましたから、ね、やるぞと今年は、うん、本当に元気ですね、そうですね、やっぱりあの当時フォークソングを歌ってた人たち、はい、ああやって元気でいるっていうのは我々もまたね、うん、相乗効果じゃないんですけど、うん、よし、じゃあ僕も負けないで頑張ろうかっていう気になるんですね、そういうさだまさしさんみたいな、こうまさしが旗振ってるっていうね、うん、これはとても頼もしいし、うん、いいですね、あ、そうですね、ほっとしますよね、なんか私たちもその後からついてきますみたいなね、そんな感じがすごくしましたね、はい、お送りしてまいりましたコーセスと仲間たち、そろそろお別れの時間です、次回のコーセスと仲間たちは2週間後1月24日火曜日の放送です、お楽しみに、コーセスと仲間たち、お相手は私石川ひとみと南コーセスでした、さようなら。